上から見なせ。ルールを説明しよう。キング会館世田谷店で水瀬美香がパチンコスロット台を打つ。目標金額は50万円。見事達成すれば真顔行きが決定。パチンコスロットで勝利した金でカジノに行くという水瀬の願望を 100% 叶える、なんともご都合主義な企画である。がしかし、水瀬の収支がマイナス30万円を突破した時点で罰ゲームが発生。その内容はベールに包まれているが、果たして水瀬はパチンコスロットで50万円を叩き出し、マカオでカジノという悲願を達成できるのか。バジリスク絆ぐらい。いいじゃないですか、絆。絆ってやりましょうよ。我々の絆を見せてやりましょうよ、じゃあ。絆。あ、来た。これ。来ましたね。これですよ。さあ、いい顔しますわ、てんちゃん。ほら、あるんじゃないですか、この台。一発で来ましたね。一発で来ましたよ。え、何も引いてないですよね。あれ、謎ってやつ？あ、これ5だ。ね？ね？やるぞ。やられちゃうの。またしても416枚で終了だ。なかなか AT が伸びないという展開の前半戦。そう、はい、ですけど、まあまあありそうなんで、はい、続行します。はい、わかりました。はい、後半スタート。はい、後半スタートですね。まあ前半は出玉はしょぼいですけど、挙動はありそうな感じなんで、はい、まあ同じ台を続行しようと。あとは皆さんの腕次第ですね。そうなんです、ここなんです。頑張ります。はい、頑張りましょうか。はい、スロカイザーさん帰ってもらいました？スロカイザーさんはまだ待機してもらってます。待機してますね、はい、そう、なんで待機してんだろう。私積もってるんだけどな、多分。引いた。本物の互角なのかな。アツクはござらんか。ござらんか。ゴロちゃんが何言ってたよくわかんない。歩みが、あ、歩くの早いですよ、けんちゃんって言って。文句言ってんだ。そう。小城来た。さすがにこれはいただきましたかね。まあ、そこまでハマらないで当たってくれましたね、はい、青。気持ち青頭の方がやっぱ多いですね。そうですね。1回目だからあんま期待はできないでしょうね、これ。1回目はスルーと。2回目早く切るべきだと。おお、弱性だぞ。当たったくさいな。弱中ですか。合格でも6で1点何パーとかじゃなかったはずなんですけど。おお、弱中しか引いてないもんな。あら、あ、ついに来た。赤 BC じゃないですか、ね、赤同色。これでも同時当選の内容でかもしれないですけど、弱性が赤、そうなんですかね、まあ、6が一番弱性で当たりやすいから、はい、出やすいってことなのかもしれないですね。ははは。来た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 。来ましたね。2回目。さあ、スロットおぼろちゃん背景とか見たいですよ。せめてそうですね、センサーまでは言わないけど、おぼろちゃんぐらい出したいです。さあ、弁之助様ですね。
あ、7、相手だけ7。お、このパターン見たことないぞ。さあ、絆合格なんです。おお、お、絆モードいった。いましたね。初めて引いた私これ。なるほど、大チャンスですね。はい。おお、これは頑張んなきゃ。終わってしまいそうですね。うそ、初めて引いたのにな。継続はしましたけどね。ああいうのは物にできないから伸ばせない。そうですね、内部状態上がったりするんじゃないですか、ビッシュっていうかね。さあ、ならし、うわぁ、うわ、なんか引いた、今引いた。あぁ噛み合わない。お願い。お、お、これは、あら、花火柄、花火柄来ましたね。激アツにございます。まあ、いい音ですね。よかったです。よかったです、本当に。さっき物にできなかったです。はい、5、よし、超える絆。2、あー、円です。まあでもしばらくね、チャンスリプレイ引いてないですから。そう、引いてないんですよ。引けないな。引けないですね。そんなタイミングよく引けないな。お、それか今違うんだよ。さあ、強化シリーです。さあ、3連目。この壁がね、そうですね、越えられないんですよ。今日突破できない3連目ですね。また3連の壁が越えられないのかな。危ないですね。このジャーニットが引けるかどうか。お、お、今か、1個前が欲しかった。そうですね。あ、お、よし、お、さあ、これはさすがにどっちか当たった。お、来た、来た、やりましたね。やった、また強制引いたぞ。さあ、これはどうなるんでしょうかね。昇格の抽選ですかね。これでまさかの、はい、あの同日、あ、同日、新同日とか入んないかな。抽選してるはずですよ、ボーナス確定後は。はい、告知はこのタイミングでされるんですね。まあ、でもでもでも、初めて500枚台行きました。はい、あれ、あれ、え、そういうこと、終わり、これ今何連でしたっけ。また3連じゃないですか。いや、もうやっと突破しましたねって言おうと思った矢先。そうですね、長いな。長いですね。いけないな、チャンネルが。お、何だ、お、あれ、お、何も引いてないよ。引いてないですよね、特定役は。また謎 BC、 ちょっといくらなんでも多くないですか、こんな出てくるもんだ。ベルコ星とかも多分抽選してるんですけど。ああ、なるほど。おお、うわー、これは余裕を持ってありそうだな。でしょ、ほら、たまには私が言うことも当たってるんですよ。いやいや、疑ってませんよ、別に。え、疑ってませんよ。だっていつも最終的にはないわってなっちゃう。笑わなかったですね。笑わなかったですね。あの素敵な笑顔が見たかったな。次、次、赤同色2回の青同色2回か。まあ、
どっちかって言ったら青頭の方が多いし、はい、まあ、どうなんだろうな、ね、あでもこれだけ不自然な当たり方をしているということはいくらなんでも全部兆候にいたとも思えないので、何回かはダゾ BC での当選と考えるのが自然な気がします。また赤頭ここに来てブーツさん、いた、来ましたね、3回目、さあ大体3回で当たりますね、やっぱいいですね、はい、おもろさん、おもろさん、ついに来ましたね、さあ頑張りどころ来ましたね、うわ最低、せっかくおもろちゃんだったのに、ゲンさんいた、まあ、ようすぐ初当たりますね、ね、切られ切られましたね、ゲンさんこればっかり、305枚入った後にちょっとハマるんですよね、結局すげえ今赤に寄ってます、ほらいたでしょ今、さっきは第1ステージの時にいて今第2ステージの時にいた、ゲン様第2停止の時にいた方がいいの、また2回目で当たり、まあこう設定でしょこれは、さすがにさあ、もういいですよ、おぼろさんでも連チャンしないと、もうケンさんじゃなきゃダメ、ケンさんこれの力でね、あおえん、自由に知ってるか、なかなか、お初めての夜ですね、ですね、私の経験上、はい、この背景だと継続しなかったことはないです、まあでも前作までの流れを組めば後継続率ほど夜なりお城なりっていうのが出やすい傾向あるんじゃないですかね、あってほしいですね、はい、手作り中のね、あそうだダメあチャンスね、お願い何なんだおい違うだろうって、あーどうしたね、あらお下げてきましたね、どうでしょう、でも文字が白なんだ、弱そう、ほら負けた、これじゃねえあ継続してくれないと台無しですよ、台無し、何が台無しなんですか、夜がおーひどい、嘘ばっかだな、何これ、芸之助様って浮気症なの、浮気症ではない、結構一途な男、だって一緒に風呂入ってんすよ、あらお赤来ましたね、また強チェでしたっけ、あ、やべ強チェです、強チェでしたよね、さあ本日2回目3回目です、赤は、赤同色、同色だからね、行こう、あーそうですね、チャンスですね、テンさんもうダメだ、テンさんまた同色ダメだった、あーラインらしいですね、また何これ、
このゲーム性。皆さん濡れせんべいでも買ってきましょうか。なんでですか。上から見なせ。はい皆さん、はい、ものすごい顔してますけど、まあ設定は高いと思うんですけど、はい、私には出せないんで、はい、まあ要約すると嫌になっちゃったってことです。嫌になっちゃったもん。出やしない。ずっと揉まれてるんですよ。ずっと お昼ご飯も行かずにずっと行ってますけど、はい、そうですね、もうずっとこう揉んでるんですよ。頑張ってたんですけど、ね、もう無理なんですよ、はいはい、なんでもう、はい、このあのコイン分だけね、はい、あ、分かりました。ゴッドに、はい、ぶっ込みます、はい、ゴッド狙いで、はい、というわけでハーレス2等ですね。はい、もうね、流れ的にはね、完璧な台です。え、どういうことですか。まだ今日1回もゴッド引いてないですよ、この台。プラスですね、つい先ほど隣が、はい、つい先ほどですよ、ゴッド引きました。え、なんですか、その流れでこれも引けるんじゃないかってやつですか。でも、ありません、そういうの。ないです、隣が引いたらむしろ引けない気がします。ああ、そうですか。この分のコインで楽しみたいです。引けないな、ゴッド。いやー、それはそう簡単には引けません。でも全長っぽくないですね。なくなっちゃった。あっという間に、映ってから10分ぐらいですかね。呆然としてますけど。上から見なせ。お疲れ様でした。クソつまらねえ回になりましたけど。おいおい。愛が足りなかったんでしょうね。皆さんが愛してる台は何なんですか。だから重要ですって。最高獲得枚数一撃何枚でしたっけ。500何枚。うわが1回ありましたね。ありましたね。もう引きスロー強姫っていう、もうね、名前はね、もう変えましょうか。え、だからもう自分で語ってないですもん、それ。引きスロー強姫とかもう一切言ってないですよ。でもそこでこう設定らしくて、はい、捨てるのどうなんですか。お、なんかたまにはライターっぽいこと言うんですね。いや、なんかゴッドの6、2回連続で捨てたとかそういうのでめちゃくちゃ言われたから、はい。めちゃくちゃ言われたから、だから高設定だと思ったら、ないわ、粘ろうと思ってやったんですよ。よくわかんない当たり5回あったでしょ。よくわからない、なんで当たったのかわかんないやつ5回と、寂しいですね。あと赤同色3回、青同色は2回か。そうですね。で、結局赤頭の方が多かったのかな。まあ、偶数挙動ってことですか。はい、かなって思ってるんですけど、6かなと。で、本当に 2.5 回に1回ぐらいは AT くっついてきたし。そうですね、間違いなく高設定だと思うんですよね。だから高設定だと思った台は粘ろうと思ってやったんですよ。これちょっと皆さん多分ガチで怒ってるパターンですね。本気で怒る前にちょっと終始発表していただきましょうか。はい、投資1万7000円回収ゼロ。はい、いつの間にか罰ゲームまでに変わってますが3万2500円と。はい、だから負けてんのは27万ぐらいってことですよね。あ、そうですね、27万ぐらいいかれてますね。ふざけんな。あと3万2500円なんで、はい、まあその罰ゲームを免れるためにゴスロー実践しようかな。え、あ、そうすれば、まあ、番組終わるぐらいまで持つかもしれない。いや、持つかもしれないじゃなくて。いや、いいっすよ、打ってもクソつまんねえなって言われなければ。クソつまんねえ今回。クソつまんねえってディレクターから言われちゃってるの。皆さんが本気で怒り出しそうなんで、そろっと締めましょうか。また上からごちゃごちゃ言われると思うんで。自分の好きな台は打てるかどうか分かりませんけど。ぜひ見てください。